皆さんこんにちは、インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいます。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、日曜日ということでですね、少し緩めの内容でお伝えしたいと思うんですが、ようやくですね、長岡造形大学でずっと半年間やってきた情報リテラシー論というものの授業、そして試験で、それから評価、というものすべてが終わりました。ということで、これでですね、あと半年ぐらい、また来年のね、来年度の秋まで、訪問することがないような感じになってるんですが、そんな時にですね、まあ結構ですね、毎週講義がある前に並木通りを写真を撮ってたんですね。iPhone で撮ってたんですけど、これが結構好評だったので、まあ最後の最後ということで、その写真のまとめという日記を書きたいということで、今日はその動画をね、皆さんに、撮っています。はい、では早速ですが、振り返りながらですね、いきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、これ9月の8日付ということで、見ていきますけど、これFacebook の、いいね数も一緒に発表していきますが、75いいねということで、これまあ、今まで長岡造形大学で、並木の写真撮ったことないので、まあ、一発目ということで、は綺麗ということでですね、まあ、75も集まったんじゃないかと思うんですが、で、この時はまだですね、すごくまだ緑が綺麗で、この後秋に入っていって、紅葉が始まっていくわけなんですけど、まあ、その前段階がね、見れたということで、結構これはいい、写真じゃないかなと思うんですけど、ね、75いいねいただきました。で、続きましてね、こちら、9月の24日。ここからですね、実際に始まるわけですね。97いいねということで、これ少しですね、面白いのは、ここの真ん中の道路の部分、道路の部分だけ実はですね、ぼかしてるんですね。これ画像加工でぼかしていて、少しこう、なんていうんですかね、奥行きを見せるために、ぼやーっとした感じするために、ここにちょっとぼかしを入れまして、で、こっち側のですね、両側のこの赤い色ですね、ここに注目がいくような感じで、ちょっとね、画像加工してみたんですが、これで97いいねということで、まあ、この日から授業が始まった第1回目の授業だったんですけど、これ97いいねということで、結構ですね、皆さんは素敵、綺麗になってきたということで、いいねされたんじゃないかなと思うんですよね。で、これから毎週写真を撮っていくわけなんですが、翌週は10月に入ります。10月1日になるんですけど、大体ですね、今回これの企画をやって分かったことなんですけど、投稿時間はほぼ12時から1時の間、1時から授業開始だったんですけど、12時から1時の間で、毎週水曜日の、同じ場所で撮った写真を投稿し続けるとどうなるかっていう実験なんですね。このような定点観測することでいろいろ見えてくることがあるわけですね。まず一つ分かったことは、これ9月の24日に続いて10月1日に同じ角度で撮ったんですけど、いいねが68になってるわけですね。で、これ1回目のこの10月1日と比べるとちょっと赤が増したかなっていう感じなんだけど、それ以上ね、インパクトはないと、やっぱりですね、いいねが少なくなるということで、まあこういうもんなんですよね。で、同じく10月8日、8日はですね、次これ見ていただきたいんですが、こんな感じになって、8日もね、ほとんど変わらないわけですよ。そうすると、前回と同じ69いいねということで、まあこれ毎週楽しみに待っている人が、いいねをくださる。まあ投稿には必ずいいねをくださる人がいて、そのベースが変わらないので、結局ですね、ほとんどいいねも変わらないということで、69いいねになります。だからここでね、いろいろ気をてらって、いろんな角度の写真を撮ってみるとかでもよかったんですけど、まあそれだとね、なんか面白みがないので、今回は、全て同じ場所から同じ角度で撮るっていうものをちょっと心がけてみたんですけど、やっぱ変わらずと。ところが、翌週、10月15日になると、この1週間で随分と変わるわけですね。これちょっと見ていただきたいのは、まだね、赤が3分の1ぐらいでしょうか。まあ、半分から3分の1の、4分の1ぐらいですかね。3分の1ぐらいか。
っていう感じだったのが、翌週の10月15日になるとこうなります。ここで一気にですね、赤が増してですね、綺麗になるわけですね。そうするとやっぱり変化が現れているので、いいねが129ということで、これが一応マックスなんですね。一番マックスでいいねがついた形になるんですけど、まだこれ5回目ぐらいなんで、ここから10回続くわけですね。10回ぐらい続くわけですけど、ここが実はマックスで129いいねでした。で、こうなってくると、翌週がプレッシャーがかかってくるわけですよね。で、今度どういうふうになったかっていうと、10月22。はい。これ何が変わったかっていうとですね、10月22になってくると、今度ね、葉っぱが下にね、落ちてきたんですよね。なので、この時には、まあ、葉っぱも落ちてるんですけど、まだね、この真ん中の通りのところにはない。まあ、掃除されたとかもしれませんが、まだまだ葉っぱが落ちてないのは少ないんだけど、翌週になると、赤からちょっと黄色っぽくもなりつつ、ここに葉っぱもかなり落ちてきたという形で、随分とですね、印象も変わっているものですね。これも127ということで、すべて含めてね、赤い感じになっているということで、いいねが集まるわけですけど、ここまでいいねが集まってきて、翌週どうなるかっていうことなんですけど、10月29になると、こうなっちゃうんですね。こうなっちゃうと、ちょっともうね、葉っぱがもうほぼ落ちちゃって、で、ちょっとね、さすがに見た目的にも、いまいちだよねっていうことになるので、結局これでいいねは70に戻っちゃうんですね。だから最初、この前の68とか69のレベルに戻ってしまったんですが、まあ今度考えたのは、この葉っぱが落ちた後の、その枝だけ残った、この並木をどうやったらうまくね、きれいに取れるかっていうことで、またいろいろ考えようかなと思ったわけですけど、10月29は、葉っぱ落ちてくる。そうなるとですね、11月に入ると、もう完璧に変わってきます。11月5日になるとこうなっちゃうんですね。これでラッキーだったことは、11月5日付、これ86いいねということで、いつもよりまたね、少し盛り返したわけですね。今度はですね、空が良かったんですね。空がすごく天気ですね、真っ青になっていて、この木はね、もう全部葉っぱが落ちてしまって、黒くなってるんですけど、この空のね、真っ青が加減と、この通りの一番向こうが白くなってるように、これ山がね、少し見えてるんだと思うんですけど、すごい綺麗な感じになって、多分これで少し盛り返した。これは空の色の方で盛り返したんじゃないかなと思うんですけど、同じような写真なんだけど、今度空の色がなくなるとどうなるかということで、次お見せしたいんですが、こうなっちゃうわけですね。これも空がないと結局もう PR ポイントがすごく少なっていくので、こんな感じですね。いいねがまた62ということで少し落ちてしまいました。ただこの時はまた画像加工をちょっとやっていて、どういうふうにしたかっていうとですね、今度は色をね、少しね、つけてるんですよね。色を少しノスタルジックな感じの色をつけているので、若干ですね、セピア調っていうんですか、セピアっぽくなってるかと思うんですけど、少しね、そうしないと、もうメリハリがつかなくなって、で、それでやっと62いいねを集めたような感じになっています。はい、ではですね、そうなってくると、もうね、写真を撮れなくなってくるんですけど、翌週どうしたか。はい、こちら。11月19日付は71いいねということで、また少しいいねが戻したんですが、この時に雨だったのかな？そして雨降ってるような感じなんですけど、まあ、この時にちょっと心がけたことっていうのは、完璧にですね、白黒にしちゃったんですね。これはモノクロ加工っていうね、加工もできるので、完全にこのもう黒と白の世界にしてしまおうということで、やっていました。で、これはまたこの後ですね、雪が降った後も白と黒をやろうかなとも思ったんですが、まだね、この日は雪降ってないので、こんな感じでモノクロにしていました。で、今度は、逆にこの真ん中の道路の部分が、水が、かかった状態になっていて、ちょっとね、光ってる感じになるので、まあ、ここをちょっと強調した感じで写真を撮ってみたんですけど、いい感じになりましたね。
では、翌週どうしたか。11月26日付です。はい。これね、ほとんど変わらないんですよね。11月19と26とほとんど変わらないものが2枚連続で続くと、もういいねがですね、49ということで、またね、落ちちゃうわけですね。でこのぐらい本当に Facebook って面白いなと思うの反応がですね、すごくわかりやすいんですよね。で、もうこれも完全に白黒系にしてるんですが、なかなかやっぱいいねがつまらないという感じになりました。で、こうなるとですね、もうないんですよね。変わるものがなくて困ったなと思ってですね、12月3日の時には、また同じような状況だと、ちょっとさすがにですね、もういいねがつまらなくなるので、ちょっとまた考えました。で、どんな風にしたかっていうと、こちらです。はい、もうこれ完全にね、画像加工してるわけですけど、これ白黒の写真なんですが、それに対して、この真ん中の道路の部分は完全にですね、もうぼやかしてしまって、で、これ赤がね、すごい入ってると思うんですけど、これイメージとしては何をしたかったかっていうとですね、たまたまなんですけど、この写真を撮ろうとした時に、日が差してですね、少しこう明るい感じが出たんですが、なかなかこれを、写真で表現するのって難しいんですよね。ということで、これはアプリを使いまして、少し赤みがかった加工がするようにして、光が差してきましたと、少し暖かい感じの写真が撮れそうですっていうことで、実際にかなり画像加工してるわけですね。で、こんな写真撮ってました。で、また持ち直して、まあ、66いいねっていうところまで戻したわけなんですけど、あ、ちなみにね、いいねの数が前後してますけど、友達の数は変わってないので、ほぼ同じ分母で、どのぐらいいいねがあるかってことがね、大事ですね。で、翌12月10日、ここでですね、本当はもうちょっといいねが欲しかったんですけど、前回から変わったとこっていうのは初めて雪が降ったということで、雪がね、ある写真なんですが、ただこれも白黒で、非常に綺麗に収めたつもりなんですが、少しね、インパクトがなかったかなっていう感じで、あまりね、いいねを増やすことができなかったんですね。で、翌12月の17日付を見ていただきたいんですが、はい、こんな感じになります。これ綺麗ですね。12月17日付は60いいねってことで、またちょっと戻したんですけど、完全に真っ白になって、もう白の世界にね、なってますよね。で、雪も降ってきて、木にもちゃんと白い雪が積もっていて、もうクリスマス前ですよね。1週間前ですけど、60いいねってことで少し持ち直しました。で、これで年が明けるわけですね。年が明けて1月7日、はい、完全にね、もうここの真ん中の、道路の部分にも雪が積もった写真、ここまではね、ちょっと人が歩いているような足跡がついてますけど、1月7日付は、まだ、積もった跡みたいな感じでなってるんですけど、これで、なんでこんな風になってるかっていうと、ここだけね、画像加工してるんですね。ここだけ画像加工して、ちょっとぼやかしてると思うんだけど、全体的にもう白く塗ってるんですね。塗って、その全体的に真っ白な感じを出したかったので、ここだけ画像加工してます。なんか不自然なの分かりますか？なので、こんな感じで真っ白に綺麗に積もった、ね、足跡がついてる、ついてないっていう写真を撮りたかったんですね。で、こんな風にやってました。で、翌1月14日付、こんな感じですね。もう雪が降って積もったんだけど、空は綺麗にね、明るくなってますよっていう写真ですね。こんなものも撮っていました。真ん中の道路も、雪が積もってないよって写真ですね。もうちょっと空がね、綺麗だったらよかったんですけどね、青空が出てました。で、さらに1月21。これで本当はテストの日で最後だったんですが、ここで撮りたかったのは、ちょっと雪がね、実際降ってる写真が撮りたかったんですよ。ということで、実際には雪が降ってなかったので、これは雪が降っているような、画像加工をしてました。アプリでね、画像加工してみたので、雪が降ってるような写真になりました。で、いよいよラスト。2月5日付ということで、こんな感じですね。この日も結構すごい天気良かったので、もう全然雪がないの様子がね、わかります。はい。ということですね、振り返るだけでも15分経ってしまったということで、またね、来年度も写真をね、撮っていきたいと思いますので、半年後お楽しみ。
ということで、インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。